谷町9丁目駅は大阪府大阪市天王寺区幾多摩前町にある大阪市高速電気軌道の駅。谷町線と千日前線の2路線が乗り入れる。駅番号は谷町線が T25、千日前線が S18。近接して近畿日本鉄道の大阪上本町駅があり、同駅とは地下通路で連絡している。谷町線は地下1階で、 相対式2面2線ホーム。千日前線は地下2階で可動式ホーム柵が設置されている島式1面2線ホームである。谷町線のホームの直下を近鉄南馬線が通っている。後述のアンダーパスが駅の直上に位置する関係で谷町線の相対式ホームの上下線の間を空けて電気室、機械室としている。谷町線ホーム中央付近に千日前線ホーム。 南波寄りにつながる連絡階段があり、千日前線ホーム。南波寄りは、谷町線ホームの改札内連絡通路を兼ねるほか、野田阪神行きの列車が停車する。改札外にも連絡通路がある。改札口は、谷町線ホーム双方に1カ所ずつ、千日前線ホーム中央付近に1カ所、合計3カ所ある。トイレは改札外に2カ所に設置されている。谷町線。 南行きホームは改札を隔てて近鉄大阪神本町駅連絡通路と同一フロアであるが北行きホームは千日前線ホームを経由する必要がある。隣の日本橋駅と南波ウォークもこれらと同様な構造となっている。当駅は平野管区駅に所属しており駅長が配置され当駅及び谷町六丁目駅を管轄する。 千日前線ホームの東端に使用されていない階段と改札口用地があるが仮囲いで閉鎖されている。また、谷町線ホーム北側に閉鎖された階段が存在し、走行中の列車から見ることができる。2020年11月10日の1日、乗降人員は6万1996人である。谷町急交差点とアンダーパスあたり駅は、 谷町筋と千日前通りの交点である谷町旧交差点の地下に位置する。谷町旧交差点では、谷町筋は上下線とも左折1、直進1、右折1、直進2の片側5車線。千日前通りは上下線とも左折1、直進2、右折2の片側5車線となっている。谷町筋のアンダーパスは、千日前通りを通っていた大阪市電九条。 高津線が谷町旧交差点を横断していた昭和40年代前半に交差点付近の交通量が飽和状態に達したため地下鉄駅と一体で整備されたものである。谷町旧交差点のすぐ西側には阪神高速15号境線高津入り口がある。谷町筋の谷町六交差点天王寺警察署西交差点間は 長らく未改良区間だったため、市電の不設がなく、谷町9丁目電停は、東西路線の9条、高津線単独の南北路線と接続のない停留所だった。そのため、南北方向の移動では、市電の路線網が充実した上町筋に位置する、上本町6丁目電停へ出る必要があったが、市電廃止と地下鉄開通によって上、町筋と谷町筋の形成が逆転。 上6のターミナル性は低下し、谷9の略称が普及するようになった。最寄り停留所は、谷町9丁目、上本町6丁目、上本町6丁目南、上本町6丁目東となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。谷町9丁目、上本町6丁目、上本町6丁目南、上本町6丁目東駅の南側は、 江戸時代から生国魂神社の周囲に形成されていた茶屋街で、現在も大阪有数のラブホテル街となっている。数十軒のホテルが集まっており、このホテル街を指して、谷旧、生玉、上六などと呼ばれることがある。ありがとうございます。